こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は子供がクラスの子と対立したらという話をしていきます。はい、まあ、学校に通っているとですね、クラスの子と対立するってことは、まあ、必ず起こる問題だと思います。じゃあこの時にお父さんお母さんたちはどのようにお子さんをサポートしてあげたらいいのか、今日はそんなお話をしていきたいと思います。もしですね、学校で今誰か友達とかね、まあ、友達ではないけどクラスの誰かリーダーとかとね、自分自身が対立してるって悩んでいる、お子さん自身にとっても今日の内容はね、きっと参考になると思うので、ぜひ親子で見ていただけると、嬉しく思います。はい、じゃあまずはね、今日もいただいた相談から読んでいきたいと思います。小6の娘は誰にでも優しく男女問わず遊びます。ただクラスの目立つ女子と対立してしまうため悩みます。いつもと違う雰囲気の服装だと何らかしらコメントをされるそうで、言われるとはっきり真面目に返してしまうので対立してしまいます。人気雑誌のブランドの服を着るのですが、その子も着ます。どうしたら良いでしょうかっていうは、相談ですね。まあ、似たようなブランドの服を着ているとですね、まあ、どうしてもね、この小中学生の子ってね、なんかまるでね、自分のものパクったんじゃないかみたいな感じをね、言いますよね。でそこからなんかよくわかんない対立が起きて揉めたりするわけです。まあ、僕自身もね、小学生、中学生の時同じような悩みを持っていました。なのでね、今日は、まあ、その僕自身のこの経験談や、あとは僕が教員の時にね、子供たちをどのようにサポートしていたか、まあ、そのあたりも含めて解決ステップをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまず最初にですね、まずは話を聞いてあげようっていうお話から、していきます。まあ、今回はね、お母さんからの相談だったので、まあ、ちょっとお母さん向けの話になるんですが、子供がね、こういった悩みを相談してきた時に最初にやるべきことはですね、話を聞いてあげることなんですね。でこれなんでかというと、まあ、学校でそういう問題って起こりますよね。この時にその学校での問題に対して子供たちは過度のストレスを感じているわけです。もう学校に行くだけでいつもね、悪口言われたりとか、なんかね、服変えていくだけでなんか服のこと突っ込まれたら、まあイライラしますよね。だからその愚痴とかイライラをしっかり聞いてあげる、これがね、ものすごく大事です。これなんで聞かないといけないかというと、これ聞いてあげないと子供たちの中にこのストレスがどんどん溜まっていきますよね。でそうするとこのストレスが限界に達して破裂したら、子供は、まあ、いわゆる動けなくなって、寝たきりというかね、まあ、ベッドから起き上がれなくなるわけです。それが実は不登校のきっかけなんですね。とか、まあ、逆にイライラっていう形で爆発する子もいます。その場合はもう限界だってイライラで学校の中で暴れたりとか、家の中で暴れたりとかしちゃう子もいるわけです。なのでまずどんな状態であろうと、お父さんお母さんたちはしっかり子供の話を聞いてあげる、これを最初にやってください。で、もしね、この動画子供たち本人が見ていたとしたら、絶対ね、そういうのを相談できる人、これは親じゃなくても学校の先生でも、友達でも誰でもいいので、必ず相談できる人を見つけるようにしてください。はい、じゃあ次にですね、先生に相談しようっていうお話をねしていきます。じゃあ、具体的なちょっと解決ステップに入っていくんですが、こういうね、学校での友達関係のごたごたってどうしたらいいかっていうと、もう担任の先生に相談するのが、一番手っ取り早いです。担任の先生のね、ある程度実力のある先生であれば、本当に、スムーズに、ね、解決してくれると思います。まあ、ただ担任の先生が例えば新任の先生だったりですね、まあ、なかなかそういうね、関係にちょっと入っていくのが苦手な先生、まあ、イメージとしては女の子同士のね、このごたごたって男の先生は結構入りにくいんですよね。これ女の先生だったらスムーズに入れるんですけど、男の先生だとなかなかね、関係がちょっとうまく築けず入れないってこともあり得ます。こういう時はどうするかっていうと、まあ、担任の先生が解決できなかったら、もう一つ上の段階、いわゆる学年主任の先生ですね、こっちに相談を、してみます。でここで学年主任先生が解決してくれればいいんですが、まあ、これまでなかなかできなかったとしたら、次は、副校長、まあ、いわゆる教頭先生ですね、まあ、ここに相談していく、まあ、こんな感じで3段階で相談していくっていうのがね、いいかなと思います。で、まあ、そうするとね、先生たちがうまく間に入って解決してくれることもあるんですが、これ最初に言った通りですね、まあ、女の子同士のこのごたごた、今回女の子の話ですよね、これね、100% 解決できるわけではありません。なぜなら、まあ、今時の女の子ってね、結構こそこそこう軽く悪口を言ったりしてることもやっぱいるわけですよね。そうすると先生からは見えない、だから指導のしようがないっていうことが結構起こり得るんですよ。そうするとその子に、なんか〇〇ちゃんがこうやって悩んでるんだけどって話をしても、いや私そんなこと言ってないですよとか言われたら、先生も指導のしようがないですよね。だからこううまく隠されちゃうことってやっぱりあるので、これだけで 100% 解決できるとは思わない方がいいかなと思います。はい、ということで 次の話ですね、子供が本当に悩んでいる時
はという話をしていきます。はい、ということでこれでもし解決できなかったとします。 できない時に次どうしていくかというと、子供がその問題に対してどれだけ悩んでいるかをちょっと見てあげてください。で、まあ、心の強い子とかだとね、まあいいや先生に話したけど解決してくれないし、まあムカつくけどとりあえず来年になったらねクラスも変わるだろうし頑張るよっていう子も結構いるわけですよ。でそういう場合はお父さんお母さんたちはね、あそうかと、じゃあなんかもしねこれ以上悪化してきたらいつでも相談してねって感じでいつでも助けられる状態を作ってあげとけばいいです。ただ子供が本当に悩んでいる、もうこれ以上言われたら学校行けなくなるよってぐらいになっていて、でさらに先生もなかなか入れないっていう状態になったとしたら、もうこれはね親が出ていった方がいいです。具体的にはもう子供が本当に悩んでいると、でも先生は何も解決してくれないと、だから一回相手の子と相手の親と話し合いをさせてくださいって学校に行ってください。でそれで相手の子、相手の親、自分と自分の娘ですよね、と先生で話し合いをするわけです。でここで相手の子が正直に暴露するかどうかは分かりません。そこでもういや私はそんなこと言ってませんって言うかもしれないです。でもこれはこれでいいんですよ。大事なのは話し合いの場を作ったってことなんですよね。でそうするとこの相手の子からするとですね、どう感じるかっていうと、あちょっとこの子のお母さんなんか面倒くさいなって思うわけですよ。なんかこれ以上この子の悪口言ってなんか将来の受験に響いたりしたら嫌だなってやっぱ思うんですよね。特にこういう悪口言う子って結構ね頭がいい子だったりすることが多いので、なんか自分のそのね受験とか人生を意外と考えてたりするんですよ。だからちょっとね面倒くさい親になってあげることが大事なんですね。もちろんここでなんかね感情をあらわにしてねあんたの親がとか言う、そういうのはダメですよ。そういうのはダメなんですけど、なんかうちの子がねこう悩んでいるんですけど何々さんこういうことやってないですかみたいな話を冷静にして、で私そんなことやってないですよみたいな話が出てきますよね。そしたらあそうですかと、じゃあまあそれだったらね仕方ないと思うんですけど、もうちょっとねうまく関係がいかないこともあるので、まあちょっとお母さんもねお互いにちょっと見ていきましょうみたいな話をするだけでも相手の子からするとねちょっと釘を刺されるので、その後ね結構行動変わってくることがあるかなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回、具体的なステップですよね。話を聞く、先生に相談する、最後は話し合いをするってこの3ステップでね、お話ししてきました。まあ、大抵この3ステップで解決するんですが、まあ、もしねこのステップをやった結果さらに悪化するとかね、まあ、そういった状態になったとしたらまたねこれは別の、ね、方法で、釘を刺していくってことがね必要になってくるわけです。まあ、その場合はね、このコメント欄とかにね、状況とか書いていただければまた追加でアドバイスとかもしていきたいと思うので、ぜひ今回の動画を参考に、プラス悩みがあったらコメント欄を使ってですね、相談していただければと思います。